先ほど途中でね動画終了となっております。あとね、矢後島行きの最終0時21分到着します。赤池行きがね0時12分に発車いたします。もう中央線の電車はもうございません。矢後島行きが発車して電車はね全て終了です。もう日付変わっています。食べてよかったですね。最終で本日も最終で帰っちゃいました。私のせっかくのグッドナイトがね動画途切れました。12時30分前後ですね到着ね。エレベーター乗車します。私影に映っていますね。この感じでね、少しひんやりしてますけど、まあ、いやがでいいですね。なんといってもね、クソ試合のようなね、不安はね必要ありませんからね。まあ、街の真ん中ですからね、明徳は明徳で防犯がとてもね厳しくしておりますから安心です。本当にね泣きますよ。地下鉄ねついてるんですね。矢事まではね遅くまであります。赤い景気が9分早いです、ね。渡っちゃいましょうか。マシンは変わりました。明るいですからね、街。あーね、綺麗ですよね。愛媛町です。こういうポス、桜色のポス。やはりね、鶴間公園の桜、ね、もうピーク過ぎましたけどね。私は早朝から向かいましたから、実際ねこっち早朝から起きませんよね。
綺麗な花やっぱりあります。夜ですが、夜のケースもいいんじゃないですか。ね、ローソンでハンバーグ弁当ね、岡崎公園に行きまして、買いまして、先週1週間前です。本日はね、今日のチキン南蛮弁当でした。最初竜田揚げレジにスキャンしていただいたんですけどね、なんかご飯にわかめなんか入っておりまして、もう取り消してくださいでね。別のもうね、変えてね、唐揚げあり、胸肉の唐揚げありましたからね。マンション連日しておりますね。迷わないように帰りますね。